大野博士は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。旧姓、磯村。愛知県出身。1904年11月、海軍兵学校を卒業し、少位候補生となり、日露戦争に唐崎丸乗組として出生、さらに津島乗組となり日本海海戦に参加した。1905年8月、海軍少位任官。 海軍大学校を移学生、海軍法術学校高等科で学んだ。1911年5月、常磐文隊長に就任し、以後、阿蘇、伊吹、筑波、比叡の各文隊長、横須賀鎮守府服関係参謀などを歴任。1915年12月、海軍少佐に昇進し、法術学校教官となった。1917年12月、 第二水雷戦隊参謀となり、横須賀鎮守府参謀、長戸法術長兼議総員を務め、1920年12月、海軍中佐に進級。1921年11月、熊副長に転じ、横須賀鎮守府付、山城副長兼法術学校教官を経て、室戸特務官庁に就任。1924年12月、海軍大佐に昇進し、 砲術学校教頭となる。1926年10月、横須賀陳述付に発令され、熊、比叡日向艦長を歴任。1929年11月、海軍少将に進級し、砲術学校長に就任した。1931年12月、第一潜水戦隊司令官に転じ大港洋行部司令官、第一戦隊司令官を経て、 1934年11月、海軍中将に進み、魔皇陽皇部司令官となった。1935年11月、軍令部出資。1936年3月、大名そして予備役に編入となった。ありがとうございます。